アーサー・ラッカムによる、サシエ・森の中の三人のコビト・は、1812年に、グリム兄弟によって採集された、ドイツのおとぎ話である。アンドルー・ラングは、赤色の童話集にこの作品を収録している。また、同作の改作が、ルース・マニング・サンダースの、コビトの本に見られる。アールネ・トンプソンのタイプインデックスでは、白い嫁と黒い。 嫁を指すタイプ403バイトであり、親切な娘と不親切な娘を指すタイプ480も含まれている。ヘルマン・フォーゲルによるサシエアン・ガンダーソンによるサシエアル、女が一人の娘を持つ、一人身の男に結婚を申し出た。彼女は、自分の娘は水を飲み、水で身を洗う一方で、男の娘は、常からワインを飲み、ミルクで身を洗うことになるだろうと言った。男は、 自分の娘に穴の開いた片足のブーツを渡し、納屋まで持って行きそれを水でいっぱいにするように言った。もし水がこぼれなければ、彼は再婚し、もし水がこぼれれば、再婚はしないつもりだった。水が穴を引っ張ったことで、ブーツからは水がこぼれず、男は再婚することとなった。初日は、女は約束を守った。二日目、二人の娘は両者とも水を飲み、 水で身を洗った。三日目以降は、男型の娘は水を飲み、水で身を洗う一方、女型の娘はワインを飲み、ミルクで身を洗った。ある冬の日、ママ母は、男型の娘に、髪のドレスを着て、森にイチゴを探しに行くように言い、カチカチのパンをたった一切れ彼女に渡した。娘は、森の中で三人の小人に出会った。彼女は彼らの家に入れてほしいと丁寧に頼み、 彼らはそれを承諾した。家の中で彼女は、ロビのそばに座り、ママ母からもらったパンを食べ始めた。三人の子人たちは、俺たちにもそれをくれよ。と言い、親切な心を持つ彼女は三人にパンをやった。小さな男たちが彼女に、裏階段を掃除するように言ったので、彼女はそれに従った。すると、彼女のとても驚いたことと言ったら、 彼女は探し求めていたイチゴを見つけた。小さな男たちは彼女の親切さに報いることを望み、それぞれが希望を言った。カズとは彼女は日々より美しく育ってゆくべきだと宣言した。またもう一人は彼女が話すたびに金の塊が彼女の口からこぼれ落ちるのが良いと宣言した。そして三人目は王が彼女と結婚するだろうだと宣言した。 少女は家に帰ったが、意地悪な義理の姉妹に迎え入れられただけであった。ママ姉妹は同じ幸運が自分にも降りかかることを望んだが、彼女の母は冷たい森の中へ娘をやることを許さなかった。しかし、彼女がしつこく言ったので、母は彼女に暖かな服と持ち運び用の美味しい食べ物を渡した。 彼女は全く同じ小さな男たちに出会ったが、食べ物を分け与えることも、裏階段を掃除することも拒絶した。小さな男たちは、彼女の傲慢さに罰を与えたることを望み、カズトは、彼女は、日々より醜く育ってゆくべきだと主張し、またもう一人は、彼女が話すたびに、引き返るが彼女の口からこぼれ落ちるのが良いと主張し、三人目は、彼女は、 惨めな死を遂げるだろうだと主張した。ある日、ママ母はアミートを湯で、それをママ娘に渡し、川の氷を割って湯吸いでくるよう命令した。彼女がこれをしていると、ある王が彼女を見かけ、彼女が何をしているのか尋ねた。私は貧しい少女でアミートを湯吸いでいるのです。王は、その美しさに魅了され、彼女を連れて行き、自分と結婚させ、彼女を自らの王妃とした。 一年と経たずに、その若い王妃は息子を産んだ。意地悪なママ母は、彼女の元を訪れたが、チャンスを得るや、否や、ママ母とその実の娘は、若い王妃を、窓の外へ放り出し、川の中へ投げやった。そしてママ母は、実の娘をママ娘の場所へとやった。ママ母は王に、王妃は、熱があり、そのせいで金のかけらの代わりに、 引きがえるが口から落ちてくるようになっているのだと言った。しかし、一羽のカモが城の中にやってきて、王、そして品格であった義理の姉と母、赤ん坊の様子を尋ねた。使用人は彼らは眠っていると答えた。カモはこれを聞くと、若い王妃である彼女自身の姿に変身した。彼女は自分の赤ん坊に父を与えに行き、そしてカモの姿に戻った。 彼女はこれを二番言った。三度目の晩、彼女は使用人に行って、入り口で王に、彼女の体の上で剣を三度振らせた。これによって彼女は再び人間の体に戻った。王は彼女を赤ん坊の洗礼式まで隠した。その後王はママ母に、人を水の中に投げある者には何がなされるべきか尋ねた。ママ母は、そのようなものは、釘の詰まった木だるに入れられ、 おを転げ落ちて、水に入っても足りないくらいだと言った。王は、ママ母とその意地悪な娘が、自らの運命を明示したのだと宣言した。そして、彼女たちはその方法で処刑された。この物語は、しばしば一緒に見られる二つの連なり、例えば、魔法の花は、または、ケムクジャラの花嫁などで見られる、を組み合わせているが、その連なりは二つの別々の物語にもなりうる。 まず、親切な少女と白状な少女の物語があり、そこには、惚れおばさん、ダイヤモンドと引き換える、井戸の中の三つの頭、二つの筆に、十二の月、そして、菅野太郎といった編集も含まれる。文学的な編集としては、三人の妖精と、オーロラとエイミーが含まれる。次に、結婚後に、本当の花嫁の地位を奪おうとするママ母という、テーマは、 結婚への障害は物語の一部であるが、その内容が違っているような物語、不思議なカバの木、兄と妹、石の船の魔女、ケムクジャラの花嫁、もしくは白いアヒルでもしばしば見られる。シャルルペローのダイヤモンドと引き返るでは、ヒロインがこの物語のヒロインと全く同じ褒美を受け取っていることから、この物語はダイヤモンドと引き返るに影響されているようである。 ありがとうございます。